ボソ娘は、千葉県房総地区を舞台に2013年から2021年までの7年半に、渡り、地域密着型アイドルとして活動した、いすみ鉄道公認の日本のローカルアイドルグループで、ある。所属は CBC レコーズ。活動中に、大滝町観光大使、長生村スペシャルサポーター、巨南町観光大使、八幡未来 PR 大使を務めた。 t j o y s が、so、2013年6月よりメンバー募集を開始110件の応募の中からオーディションで県内在住の中学1年生から大学2年生までの7名が選ばれあとに1名が辞退同年10月19日に6名でのグループ結成が発表された同年11月24日大滝ショッピングプラザオリブにて初開催されたいすみノ林産物の魅力発見 消費者交流会にて、初ステージ、お披露目を行った。2014年4月2日にシングル、サマードライブで、CD デビュー。翌4月3日には、イすミ署の1日警察署長に移植された。同年9月6日には、秋葉原、秋葉カルチャーズ劇場にて開催された、アイドルレビューご当地アイドルお取り寄せ図鑑、第2障害ピゴ決勝戦に、ファイナリストとして出場している。 2015年3月には母そ娘が発起人となり、障害者スポーツの振興と発展に寄与することを目的としたプロジェクト、ビッグウェーブチーバリティを千葉県にゆかりのあるアイドルグループと共に開始し、第1回のライブを同月22日に千葉県中央区の t ジョイソガで開催した。2015年7月19日には東京、 ラフォーレミュージアム六本木にて開催されたスキドルプロジェクトに決勝戦に出場し3位に入賞スキドル公式ソンググッドモーニングマイミュージックを獲得している2020年7月16日2020年10月20日には活動期間の延長について延長は2021年3月までさらに延長期間を2021年3月までと決めた 理由が公式ブログに投稿されている。2020年12月22日、2020年、ご当地アイドル肩書きランキングベスト20で、第15位に選ばれる。2021年5月8日のラストライブをもって、活動を終了した ABE、千葉県発ご当地アイドル誕生泉鉄道に乗って、会いに来て、ボソ娘、シテライフ株式会社。 2016年3月19日閲覧。木村亮。暴走から全国へ。いすみ鉄道公認アイドルボソ娘が、今熱い、県内出身6人娘の魅力。ミューズグボイス、株式会社 ICI。2016年3月19日閲覧。地域密着型アイドルボソ娘第1期生オーディション。オーディションデビュー、ダブルハピネスインターナショナル合同会社。 2016年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月19日閲覧暴走娘とは暴走半島を応援アイドル暴走娘2016年3月19日閲覧県内6人で出発進行いすみ鉄道公認アイドル暴走娘笑顔届けたいと抱負千葉日報オンライン千葉日報社 2016年3月19日閲覧。ボソ娘地元デビュー大滝。千葉日報オンライン。千葉日報社。2016年3月19日閲覧。いすみ農林産物の魅力発見。消費者交流会を開催。平成25年度普及現地情報11月。いすみ農業事務所。千葉県。2016年3月19日閲覧。 ボソ娘 CD 発売へ、来月2日、デビュー曲など3曲収録。千葉日報オンライン。千葉日報社。2016年3月19日閲覧。ボソ娘が1日所長いすみ所、事故ゼロへ、明日から春の交通安全運動。千葉日報オンライン。千葉日報社。2016年3月19日閲覧。ご当地アイドルを取り寄せず、かんついに決勝戦。 二代目お取り寄せアイドルナンバーワンは、福島県代表、アイクルガールズ、ガールズヌズ、2016年3月19日閲覧。木村明人氏、存在感を増す、ご当地、アイドル、ブームの中で求められる役割とは、ミューズグボイス、株式会社 ICI、2016年3月19日閲覧。木村亮。ボッチャ日本発祥の千葉で、交流会、 ご当地アイドルボソ娘も体験チャリティライブ入場料の寄付もミューズグボイス株式会社 ICI2016 年3月19日閲覧千葉ご当地アイドル集結第1回チャリティライブ盛大にボソ娘など11組ミューズグボイス株式会社 ICI2016 年3月19日閲覧千葉ご当地アイドルが結束 東京五輪に向けチャリティ企画スタート。ミューズグボイス株式会社 ICI。2016年3月19日閲覧。ご当地アイドル共演障害者スポーツ支援へ千葉市中央区でチャリティーライブ。千葉日報オンライン。千葉日報社。2016年3月19日閲覧。二代目スキドルグランプリに赤木団歌う力を広めていきたい。 音楽ナタリー。2016年3月19日閲覧。重要なお知らせ。暴走半島を応援アイドル。ボソ娘。2020年9月24日閲覧。7周年を迎え。暴走半島を応援アイドル。ボソ娘。2020年9月24日閲覧。ビッグラブニュース。2020年下半期。未発掘アイドルセレクト10。2020年。 ご当地アイドル肩書きランキングベスト28票。https コロンスラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ BOSO くるみ。ツイッター、2021年5月9日閲覧。ABCDEF、いすみ鉄道公認アイドルボソ娘、ロッテ西部戦前に、県の魅力をアピール。ミューズグボイス、株式会社 ICI。2016年3月19日閲覧。 お知らせ千葉あずさ。暴走半島応援アイドル、ボソ娘。2016年3月19日閲覧。卒業七日、藤崎七花。暴走半島応援アイドル、ボソ娘。2016年3月19日閲覧。お知らせ。暴走半島応援アイドル、ボソ娘。2016年3月19日閲覧。初投稿。和島まあや。 暴走半島を応援アイドル、ボソ娘。2016年3月19日閲覧。大切なお知らせはしま。暴走半島を応援アイドル、ボソ娘。2016年4月16日閲覧。4月、暴走半島を応援アイドル、ボソ娘。2016年4月16日閲覧。大切なお知らせ、ケヤキとモモ。暴走半島を応援アイドル。 ボソ娘。二千十七年一月十三日閲覧。千葉で、アイドル列車、ボソ娘が、結成一周年を、いわい列車貸し切りライブ。ミューズグボイス、株式会社 ICI。二千十六年三月十九日閲覧。花の里巨南、観光大使に、ボソ娘の二宮さん一住み、鉄道公認アイドル庁観光協会が三人目、移植。防備、新聞。 ニュース、防備新聞社、2016年3月19日閲覧。新メンバー加入、二宮花、暴走半島を応援アイドル、ボソ娘。2016年7月15日閲覧。ラストブログ、崎原玲美、暴走半島を応援アイドル、ボソ娘。2020年2月4日閲覧。上崎恋な卒業、暴走半島を応援アイドル。 ボソ娘、2020年2月4日閲覧、新メンバー新衣装、二宮花。暴走半島を応援アイドル、ボソ娘、2020年9月24日閲覧、深山奈優卒業。暴走半島を応援アイドル、ボソ娘、2020年4月1日閲覧、ナナリちゃん卒業について。暴走半島を応援アイドル、ボソ娘、 2020年9月23日閲覧。立美奈と卒業します。暴走半島応援アイドル、ボソ娘。2020年11月1日閲覧。7年半本当にありがとうございました。バイクルミ。暴走半島応援アイドル、ボソ娘。2021年5月9日閲覧。 https コロンスラッシュスラッシュ,ッシュツイッタードットコムスラッシュ boso はるかツイッター2020年9月23日閲覧ダンスレッスン2日目誕生日キリンの飼育日記2016年5月14日閲覧キリンキリンです暴走半島応援アイドルボソ娘2016年5月14日閲覧いす鉄道公認アイドル ボソ娘のデビューシングル、サマードライブ。タワーレコーズオンライン、タワーレコード株式会社。2016年3月19日閲覧。暴走半島応援アイドルボソ娘の、グッドモーニングマイミュージック。FM 裏安、83.6メガヘルツ。2016年3月19日、閲覧。FM 裏安、週刊番組表2016年3月号女子さん、IFM。 FM 裏安ウェブサイト 83.6MHz 2016年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月19日閲覧2014年12月13日ボソ娘千葉ラーメンコラボレーションおにぎり販売いすみフェア千葉ラーメン2016年3月19日閲覧ありがとうございます